アーン・ダンカン、アーン・ダンカン、アーニー・ダンカン、1964年11月6日台は、アメリカ合衆国の教育者、政治家。2001年から2009年まで、シカゴ市教育長を務め、2009年からアメリカ合衆国教育長官を務めた。アーン・ダンカンは、イリノイ州シカゴのハイドパークにおいて生まれ育った。父親のスター・キー・ダンカンは、 シカゴ大学の心理学教授を務めた。母親のスーザン・モートンは、シカゴのサウスサイド地域で黒人の若者を対象とした学校プログラム、スー・ダンカン青少年センターを創設した。ダンカンは、母親が携わっていた学校プログラムの子供たちと、親交を深め、余暇時間の多くを彼らと過ごした。ダンカンはバスケットボールに熱中し、近隣の学生と競り合って、 技術を磨いた。ダンカンの子供時代の友人には、後の実業家、ジョン・ワシントン・ロジャーズ、政治家クワミ、ラウル、俳優マイケル・クラーク・ダンカン、歌手・アール・ケリー、武道家、ミシェル・ゴードンらがいた。このような幼少期の環境により、ダンカンは独特のイントネーションで話すようになった。このイントネーションにより、大学時代のバスケットボール部の監督はダンカンについて、 家計に黒人がいたのかもしれないという憶測を抱いた。ダンカンはシカゴ大学実験学校で初等、中等教育を受けた。ダンカンはそこでバスケットボールに関心を持ち、バスケットボールの指導者やプロスポーツ選手などを将来の夢とした。ダンカンは1987年にハーバード大学を優等で卒業し、社会学の学位を取得した。卒業論文は、 シカゴのケンウッド地域に関する調査研究、ザバレス、アスパーシャンズアパートニティス・オブザー,アーバン、アンダークラス、都市の仮想階級についての価値、対し、機械であった。これは、未完の論文であったが、後に、複数の引用を受けた。ダンカンは、ハーバード大学において、バスケットボール部に所属した。ダンカンは初年度の1983年、 監督フランク・マクローリンの指示により二軍に追いやられた。だがダンカンは次年度以降、学校代表チームの共同キャプテンとなり、加えて全米の学生選抜チーム代表にも選ばれた。ダンカンの所属チームは初年度にデューク大学に僅差で敗れた。ダンカンはこの試合で新人ながら8得点を挙げた。当時のデューク大学には、 後のスタンフォード大学監督ジョニー・ドーキンス・ハーバード、大学監督トミー・アマカーラが所属しており、全米でもトップランクの実力であった。ダンカンは共同キャプテンとなった後の最終年、デューク大学との公式戦で20得点を挙げた。当時のデューク大学には、後の全米バスケットボール協会選手、ダニー・フェリーが所属していたが、フェリーは15得点に止まった。 1987年、ダンカンは独立リーグ所属のロードアイランドガルズに所属した。ダンカンはまたニュージャージー・ジャマーズのトライアウトにも参加した。だがダンカンは出場の機会を失いオーストラリアへ渡った。ダンカンは1987年から1991年までオーストラリアにおいてプロバスケットボール選手として活躍した。ダンカンは ナショナルバスケットボールリーグのイーストサイドスペクトルズに所属した。またダンカンは兼業として州が保護する児童の管理業務を行った。ダンカンはタスマニア州在住時に後の妻カレンと知り合った。ダンカンは教育政策や教育管理について広い経験を持っていたが、教師経験はなかった。1992年、ダンカンは アリエル教育イニシアティブ理事となった。この機関は、シカゴのサウスサイド地域に暮らす児童の教育機会を向上させる目的で創設されたものであり、実業家、ジョン・ワシントン・ロジャーズが立ち上げた。1996年以降、ダンカンは、ロジャーズと共にアリエルコミュニティアカデミーに出資し、金銭的な支援を続けた。1998年に、シカゴ公立学校に参加した。 ダンカンは1999年に、シカゴ市教育長、ポール・バラスの自席補佐官となった。2001年6月26日、シカゴ市長リチャード・マイケル・デイリーはダンカンを、シカゴ市教育長に任命した。ダンカンは2009年1月まで、シカゴ市教育長を務め、同市の教育改革を実施した。ダンカンは、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領が推し進めた2001年の、 教育改革法を支持し、市内の小学校の教育水準を向上させるなどの成果を挙げた。ダンカンは1995年にリーダーシップグレーターシカゴのフェローを、2002年にアスペン研究所ヘンリー・クラウンフェローシッププログラムのメンバーを務め、2003年5月にレイクフォレスト大学から法学の名誉博士号を授与された。 2008年12月16日、次期大統領に当選したバラク・オバマは、シカゴで記者会見をし、次期教育長官にダンカンを指名したと発表した。オバマとダンカンは、同じハーバード大学出身であり、バスケットボール仲間として、信仰を持っていた。アメリカ合衆国上院はオバマが新大統領に、就任した2009年1月20日に、 ダンカンの教育長官をサムに対する承認投票を行い、全会一致でダンカンを信任した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。